い、本日はですねバギーズショーツの残念な仕様変更をトップ4でご紹介していきたいなというふうに思います。ということでこちら2022年からですね仕様がちょっと変わっております。というのもですねバギーズショーツあんまずっと変わらんかったんですよ。1970年ぐらいからずっと変わらずに出てたんやけども、残念かどうかわからんけども今年からちょっと変わっております。ちなみにこの黄色のショーツより僕側の方っていうのは今年モデル、2022年モデルで、こっち側っていうのはその去年以下のモデル、去年とか一昨年とかその前とかっていうモデルを買ったんやけども、じゃあこの両方実物を見ながらね、どこが仕様変わっていったんか、そして皆さん視聴者さんでどれが一番残念なんかっていうのをね見ていただこうと思いますので、まずはですね仕様変更して残念やったトップ4というのがですねこちらになっております。こちらバイカラーということになっておりますね。今までバギーズショーツって単色やったんですよ。だからネイビーやったらネイビーやし、このオレンジやったらオレンジなんですよ。まあちょっと一回履いてみましょうか。まあ履いてみるとねこんな感じなんですけども、僕個人的にもねこれ YouTube やってるから買いましたけども、私物っていうか私服で履きたいかって言われたらこれは特に履きたいと思わないんですよ。なんでって難しくないですか。まあ言ったらこのバイカラーになってるから上の服をまあ白とか黒のシンプルにするしかないじゃないですか。上をねちょっと派手めにとかにしたらもうわけわからなくなるじゃないですか。でスニーカーとかもねこれ色を入れたりしたらもうわけわからなくなるから、僕個人的にはねこのバイカラーは YouTube やってるから買ってるけども、まあプライベートだったら買わんやろうなっていう感じなんですが、まあこれも視聴者さん的にはまあそこまで残念じゃないけど、まあ俺は買わんかなっていう方がね多かったんかなと思います。ではね次バギーズショーツの仕様が変更されて残念やったトップ3第3位というのがですねこちら生地の変更ということになっております。あ生地変更されたんか、全然知らんかったなという方もいらっしゃると思いますが、それ当然です。っていうのも、まあ、似たような色で見てもらいますね。これが2021年に買った仕様前、変更前のやつとこちら、仕様変更後の、ね、ネイビー、まあ、色が若干違うんやけども、これパッて見て生地の違い分かります？多分色の違いは分かるとしても生地の違いって多分分からないと思うんですよね。でどんな違いになったのというと、今までっていうのはこのリサイクルの、素材を使ってたんですね。で、まあ、パタゴニアといえばリサイクルよく使ってるよねってイメージだと思うんですけど、じゃあこっちはリサイクルじゃないのというと、こっちもリサイクルなんですよ。でどういうリサイクル使ってるかというと、その漁師とかその魚釣る時とかのその漁業する網あるじゃないですか、魚を釣るね、その網の糸を使ってリサイクルして作ってるっていうのがこの生地なんですよね。でそれってじゃあ触り心地全然違うのって言われたら、まあ、こっちの最新モデル仕様変更後のやつ触って仕様変更前のやつ触るじゃないですか。まあ、言われたら違う気はせんでもないけども、はっきり言ってわからんっていうのがね普通の印象だと思います。あこれ確かに違いますねっていうのはこれ業者じゃないとわかりません。だから普通の一般的な人っていうのはわからないっていうのがね正解になってくるかなと思いますので、これ黙ってやってたら多分ほとんど気づかへんと思います。一応まあ生地変えましたと仕様変更しましたっていうことでねパタゴニアが大々的に歌ってるからねわかるようなもんで、まあ基本的にはわからへんよねっていうことなんで、まあ仕様は生地は変更されたんですけど、一部のこうマニアな人、僕以上にこう持ってはる人って多分いっぱいいらっしゃると思うんですけど、そういう方からしたら確かにちょっと違うかなと思うかもしれないですけど、まあ、今年初めて買うねんとかね、まあ、バギーショーツもそんな何着も持ってない、3、4着しか持ってないねんっていう方はねほとんどわからへんと思いますので、まあ、そこはあんま違いないんかなっていうことですが、次の第2位というのがですね、これはもう誰が見ても一目瞭然でわかるっていうのがですね、ロゴの変更になっております。この3着とも、黄色、水色、オレンジって今年の2022年の変更後のモデルなんですよ。で変更後のモデルってワッペンが3つ3種類あるんですね。でまず1つ目っていうのがこのパタゴニアの P6 ロゴという言われるもうよく見るやつですね。はいはいはい、よく見る、あ後ろ見せちゃってくれすいませんね、よく見えるよねと、このワッペンがあるから僕買いたいんですっていう方もね多いかなと思うんですけども、このロゴが、ありますよと。でそれが追加されたワッペンっていうのは何かというと、こういったね、あさっき確かにこう生地がなんか変わったとか言ってましたもんね、こう漁師の網のやつを使ってリサイクルしてますって言ってましたよね、英語なんか書いてる Made with Recycle Fishing、ね、釣りのネットをリサイクルしてますよってここにご丁寧に書いてくれてるんですけど、こういった、このパンツだけがそうっていうわけじゃなくて、全部そうなんやけども、こういったロゴも新しく作りましたっていうことがあったりとか、次のイエローの方はですねこういった形で、これも見慣れないロゴですよね、グレートパシフィックアイロンワークスって書いてあるんですけども、今年からこれも出たモデルになってて、このねワッペンの仕様がね変わったもんね、ちょっと残念やっていう方がいらっしゃったりはしてました。まあ、例えばこの今までの従来のロゴでこのイエローとかやってほしかったってことなんで、まあ、こんな感じですかね、こうやってロゴが入ってるっていうような感じでやってほしかったっていうお声もね多かったんで、まあ、これはずっと残念やったっていう
ていう声もありましたが、ちょっと一回履いてみましょうか。まずはね、従来の、ロゴですね、 P6 ロゴっていうこのパタゴニアの一番メインのね、ロゴを使ってるショーツですけども、まあ、いかにもこう定番のね感じですよね。でワッペン変わるだけでそんな違うんかなって僕個人的にあんま気にはしてないんですけども、次はこちらの水色のね、網のリサイクルしましたっていうワッペンの方履いてみたいなと思います。はい、とまあいかがでしょうか。まあ確かにロゴがね、この同系色になっちゃってるっていうところで、まあちょっと消えてるというかね、 P6 ロゴの方がもうちょっと目立ったかなとは思うんですけども、まあ、そこまで僕個人的にあんま気にはしてないんですけども、まあ元々のロゴの方がね良かったって思う人もね、あの多かったっていうのがあのアンケートの結果になってるんですけど、まあ、これが水色の方で、次が黄色の方がこのロゴのね、まあ、これも同系色っちゃ同系色なんですけど、こっちを履いてみたいなと思います。はい、といかがでしょうか。あ、ちなみにサイズは全部 S サイズで履いてますね、こんな感じ、まあ、これも同系色なんでそんな目立たへんちゃ目立たへんと思うんですけども、まあ、逆に僕個人的にはね、 P6 ロゴと違ってなんか人と違うというか、黄色とかも今出たことあるんですけども、まあ、P6 ロゴしかなかったんで、あ、ちょっと人と違う感じというかね、あ、まあ、新しい感じで、あ、これどこのショーツなんかなと思ったりしたら、あ、パタゴニアの新しいやつやってね、分かる人は分かると思うんですけど、これはこれでありかなって僕個人的には思うんですけどもね、まあ、これはちょっとワッペンの仕様残念やったというお声は非常に多かったです。はい、ということでね、仕様の変更いろいろ見ていただいたんですけど、まずもう最も一番嫌やった仕様の変更は何なんですかというとですね、まあ、これはやっぱ消費者の僕たちは響きますよね。では第1位というのがですね、こちらお値段の値上がりになっております。ちなみにですね、 10% きっちり上がっておりまして、もともとお値段が7200円という値段やったと思うんですけど、ちょっと間違ってたらこっちに出てると思いますけどね、7200円ぐらいやったんですけど、今回がですね7920円、もうどのモデル買ってもパタゴニアの P6 ロゴタイプを買おうが、このワッペンのタイプ買おうが、黄色のワッペンのタイプ買おうが、バイカラー買おうが、7920円ということで約8000円ぐらいになっております。だいたいまあちょうど 10% ぐらい値上がりしたんですけど、まあ、これに関してはね、ちょっともうアパレル全体の原価がちょっと上がっちゃってるんですよ。なんでそんなもん上がってんのっていうと、まあ社会情勢でね、紛争があったりだとか、あと円安があったりだとか、まあそういったことで、あのアップルのね、iPhone とかも値上がりしますよね。製品全く変わってへんねやけども、値段がなんか1万円とか2万円ぐらい高くなってたりとか、どんどんまあ円安の影響もあったりすると思うんですけどもね、まあそういったことで値段が上がってますと、じゃあこれ次どうなるんですかって言ったら、洋服はね、ダウンジャケットとかもどんどん上がってくると思います。で、それ以外にやったらこういった、T シャツ、コットンとかも今値上がりしておりますし、コットンも僕この T シャツ 10% 値上がり仕入れになってるんですよ。で、まあパーカーとかも値上がりすると思いますし、ダウンジャケットも値上がりすると思いますし、まあこの辺はね、ちょっと仕方ないんかなと思いますので、まあちょっとでも買いたいなと思ってるんだったらね、まあ、早め早めに買っといた方が、これからのちょっと値上がりはね、もう止められへんのちゃうかなって、まあ個人的には思ってるんですけども、そういったところで、今回視聴者さんにね、アンケートご協力いただきまして、パタゴニアのバギーショーツの変更点で、あ、これ残念やなっていうのをね、いろいろお聞きさせていただきました。順番にまずバイカラーが嫌やなと思って、その次には生地の変更がね、まあ分かる人には分かるけども、ほとんどの人は分からんと思うけど、そういうのがあって、で次にはまあワッペン。これはもう誰が見ても分かるんやけども、ちょっとワッペンが P6 ロゴ使ってほしかったなって、パタゴニアらしさが欲しかったなって思ってはる人もいて、で最後には価格、値段が 10% も上がるとちょっと厳しいですよねって。で僕みたいな YouTuber はね、こうやって何着も買うからめちゃくちゃ厳しいやないかいと。 10% 上がってったら、まあ、今年4着買いましたけども、実質3000円ぐらいね、余分に払ってる状態なんでね、ちょっともう勘弁してほしいんですけどもね。まあそんなこと言いながらちょっと頑張っていきたいなということで、本日はですね、バギーズショーツの仕様変更がどうでしたかというお話をね、視聴者さんに聞いてみて動画を作らせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。